静岡市駿河区のトロ遺跡で地元の味覚や米の収穫体験を楽しむ秋の収穫祭が開かれました。トロ遺跡で開かれた駿河フェス収穫祭は、静岡市駿河区の魅力を多くの人に知ってもらおうと、区内で1週間にわたって実施された駿河トロベイウィークの締めくくりとして開かれました。今日の会場には、もち旨のしらすやところてんなど駿河区の特産品を味わえるブースが多く並んだほか、トロ遺跡の田んぼでは春に植えた古代米の稲刈り体験ができ、多くの家族連れでにぎわっていました。収穫体験楽しいですか？どうですか？今年初開催となった駿河トロベイウィークでは、期間中17のイベントが開かれたということです。